こんにちは、倉田ののです。はい、今回はですね、韓国のコスメブランドノム&ノーリップジューシーラスティングティント全13色を購入しました。今回は付け比べしていきたいと思います。こんな感じ、こっち側から1番って感じに並べて、入りきらなかった11、12、13番はここにあります。可愛くない？めっちゃ可愛いの。これ1本1500円前後で購入することができます。置いてる店舗が少ないっていうのと、全色置いてる店舗が少ないっていうのも聞きました。ネットで購入するのが一番早いんじゃないかなと思います。じゃあ早速付け比べをしていきたいと思います。それではスタート。1番、1番ね、こんな感じです。匂いがね、なんかほんのり甘くて、甘すぎるっていう、なんか匂いで酔っちゃうなっていう匂いじゃないので、すごくつけ心地はすごいいいのと、すごくみずみずしくてしっかり唇にフィットしますね、色が。で、思ったよりオレンジすぎないのでめっちゃいい。これなんかちょうどいいオレンジって感じです。これ最高、かわいい。はい、次は2番です。王道な赤、深い色じゃないからすごいパキッとしてていい色なんだけど、オレンジ寄りの赤、韓国系のメイクする子とかナチュラル系のメイクする子にはすごくおすすめです。かわいい、普通にかわいい。はい、次3番です。こんな感じ、パッケージは2番とあまり変わりはないかな。こんな感じ、ちょっと違うね。そういうことだ、わかった。これも赤なんだけど、青みがかった赤ですね、これ。色白の人にはすごくおすすめですね。ノアにはあまり似合わない色かもしれない。オルチャンメイクとかに適してるのかなって思います、ノアは。黒髪の子にめちゃめちゃ似合いそう。これを見て、買ったら多分失敗する。こう、青みがかってるから、ほら、わかるかな。気をつけてね。2番と3番でも本当に似てるから気をつけてください。次4番です。こんな感じ、めちゃめちゃピンクだね。でも可愛いかもね。やばいね、めちゃめちゃピンク。色白の人にはもう絶対似合う。ピンク系メイクするときにはすごく似合うかもしれない。ギャルメイクとかの子にもおすすめかも。かわいい。かわいいけど、自分はちょっと似合わないわ。はい、5番です。ちょっと薄みがやってきたって感じだね。私すごい落ち着いてるから、これ結構がっつり塗ってるんだけど、薄く塗ったら多分元の唇の色とあまり変わらないかもしれない。こうやって見てくれるとわかるんだけど、想像してた色と違すぎて、でもこれギャルメイクの子には似合うかもしれない。メイクで目元をしっかり見せたい子は口紅を薄くした方がいいから、そういう子にはすごいとっておきかも。かわいい。でもこれとこれの色は違うから、あとここぞつけた色も違うから、唇の色によって結構色が変わるものなんじゃないかなと私は思います。はい、6番です。こんな感じ、こんな感じで好きだ、これめっちゃ好き、めっちゃ可愛い。これちょっと厚く塗ったからあれなんだけど、一度塗りもパッパッって塗った時に、でそれで仕上げちゃう人はベージュっぽい色なので、これがっつり塗ってもそうだけど、モード系になるなって思います。くすんでて深い色で大人感があるなっていう感じがします。これの好き。はい、7番です。こんな感じ、さっきと似てるけどベージュっぽい。こっちの方が柔らかくなったかな、色味が透け感があるなって思います。厚塗り感があんまりない、この色は。これは何のメイクでも似合うと思う。これは本当に可愛い女の子っていう唇になります。8番です。
こんな感じ。こんな感じです。めちゃめちゃ茶色。なんならこの1番と8番すごく似てる。オレンジなんだけど茶色も入ってて大人感のあるオレンジっぽい色って感じ。濃さがちょっと変わっただけですごい似てると思う。大人っぽいメイクしたい方にはすごいおすすめだなっていうのと、ティントにしては珍しいんじゃないかなって思います。ない、こういう茶色系の色っていうのは。もうこれはすごいなんかしっかり塗ってる感が強いかも。9番です。こんな感じ。5番とすごく似てる。ここの色が違いを言うならこっちの方が少しだけ赤っぽい。コーラル系のピンクメイクにはすごい似合うんじゃないかなっていうのと、軽く塗るぐらいだったら絶対ナチュラルメイクの人にはもってこいな色だと私は思います。10番です。あ、めっちゃベージュだこれ。肌なじみがいい。もうこれ第一印象それかも。こういう系のリップの色めっちゃ探してた。めっちゃ可愛い。なんか年齢層広く使えるんじゃないかなって私は思います。これ、これも失敗しない色だと思う。え、お母さんに紹介しようかなこれ。めっちゃ可愛い。11番です。こんな感じです。ちょっと赤感強くなったよね、さっきと比べたら。で、重ねるごとにすごい綺麗な発色をする。1回よりは2回目、2回目よりは3回目の方が綺麗な色がすごいつくと思う。パキッとした色すぎないっていうのと、暗すぎないっていう色、ちょうどいい多分色、暗さ、グロスを塗ってる感っていう色だと思う、近くで見るとね。メイクした時の顔がパッて明るくなる。女子高生にはすごくいいかも。スクールメイクとかで使ってほしいな。1回塗りぐらいで。また赤色と違うからね。これすごい可愛いわ。いい感じ。12番です。めっちゃ可愛いもん。暗いよね。え、これすごい好き。なんか大人の女性って感じ。ちょっとブラックなかっこいい女性って感じ。韓国人の人でめっちゃかき上げしてて、でグラデーションにしてたらすごく可愛いなっていう色ですね。黒い服に合わせてほしいな。秋冬にはすごい使えそう。こんぐらいはっきりしてる色の方が好きだわ。はい、ラストです。茶色っぽいかも。可愛くない？茶色みがかってる。ここのさっき茶色って言った色と似てますね。ここ8番の茶色のねって言った時だの色とすごく似てて、こっちの方がでも深みがかってる。なんかオレンジ系のリップで探すんだったら1番8番13番かも。女の子感がすごい増すかなって思います。この色は多分光によってはすごいぷっくり綺麗な可愛い唇になる気がする。でも多分夜で見たらちょっとセクシーな女性になると思います。暗く見えない、こっから見ると絶対見える。13番目も全然いける。え、なんならなんかもう全部可愛すぎてよくわかんなくなってきた。13番、最後の色はこんな感じです。はい、全13色塗り終わりました。塗ってて思ったことがいくつかあるんですけど、1つ目がこう塗った時すごいサラサラっとしてて、あ、塗りやすい、水っぽいなって思ったんですけど、ちょっと時間が経つとすごいねっとりしてます。重い。2つ目がすごい唇につくな、ついてる感が強いなって私は思いました。エチュードハウスとかのティントとかあんまりついた感なかったんだけど、このティントはすごいついてる感がある。グロスは絶対塗らなくてもぷっくりしてるからすごいいいなって思いました。3つ目は似ているカラーが多いかなと思いました。こうやって塗ったら違うんだけど、唇に塗ってみるとあんまり違いが出ないのかなって思いました。この辺の色も似てるので、この辺の色がすごい気になっていて、この辺の2色3色をまとめ買いするっていうのだとちょっともったいないかもしれないです。ちょっと飛び飛びで買った方がこういろんな自分も探せるし、あ、こんな色も似合うんだって私も今回つけてて思いました。4つ目、落ちない。
だからそれだけすごい色もすごいつくし、色持ちがいいなって思いました。4番と12番、これは特にすごい落ちないです。しっかりしてる、しっかりしっかりして、これこんなに残ります。はい、こんな感じでロムアンドのこのリップを本当に今日本でもねめちゃめちゃ人気出てて、中高生とか本当気になってる子多いと思うので、ぜひこの動画を見て参考にしてもらえたらいいなと思います。はい、というわけでこの動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。それではバイバイ。